昔話の浦島太郎めちゃくちゃ好きなんだよね。いいね。だから浦島太郎ちょっと話してくれない？わかりました。浦島太郎、もやしマシマシあるところにニンニクマシマシだろ。二郎じゃねえか。それ浦島二郎になっちゃうから。二郎なってた。昔昔昔昔あるところに浦島が海辺をランニングしていると、サイクリングだよ。歩けよ歩けよ。歩いていると亀が子供たちに三幸製菓のせんべいを配っていました。なんでだよ。亀だったら亀田製菓じゃない？そこじゃねえ。亀せんべい配ってるの見たことないだろ。配んないのか。亀は子供たちにいじめられてるの。亀が子供たちにいじめられていました。浦島はその亀を素通りしてサーフィンしに行きました。ナンパしに行けよ。助けろよ。ナンパなんかしないんだよ。湘南じゃないんだからさ。いや、ガーマだよ。江ノ島だよ。本宿だよ。どこでもいいよ。どの海でもいいから助けて。浦島は亀を助けました。亀はそのお礼に首里城へ連れてってくれました。行かねえよ。大阪城行かねえよ。明日の城行かねえよ。全部行かねえよな。明日の城って城ですらねえじゃねえかよ。領域展開無力城五条ね。竜宮城行ってください。竜宮城に連れてってもらいました。そこでたくさんご馳走してもらい、浦島が地上へ帰ろうとすると乙姫からパンツをもらいました。オプションつけるなよ。何してんだよ。リュウグジュそういう店じゃないんだよ。もらえねえよ。玉手箱もらうんだろ。玉手箱をもらいました。そして地上へ帰り、その玉手箱を開けると、なんと中にはバイオリンとアフロヘアが入っていました。ブル太郎じゃねえか。博士太郎だろ。博士太郎でもおかしいから。確かに。じゃあ次桃太郎話してくれる？やらなくていい加減しろ。もういいよ。どうもじゃあ